品川ホットインフォメーション。品川区では各事業所や企業などと連携し、障害者の就労支援に取り組んでいます。障害者が長く働き続けられるよう、ご覧の枠組みで就労支援を行っています。就労移行支援とは、一般企業への就労を希望する人に就労に必要な訓練を行うことです。大崎にある就労移行支援事業所での訓練の様子を見てみましょう。朝9時30分、訓練スタート。預金回収が終わりました。ご確認お願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございました。いただきますね。この日は実践プログラムとして業務報告の訓練が行われました。続いて午前中の計作業が始まります。皆それぞれに課題を決め、ファイリングやデータ入力などの作業を行います。オンライン面接の練習をする方も。パソコンです。日々の訓練、皆さんの感想は。人と喋る心が楽しい。数値入力とかスピード速くなると思いますけど、まあ連絡計算とパソコンがよく速いと思っているんです。自分のできなかったってこととかがよく分かって、それ日誌に記録したりしてるんで、それが次の日からの反省とかにつながってるんじゃないかと思います。障害者就労支援のお問い合わせは元気品川へ。